時間という曖昧なもの、誰かが決めた理由みたいで縛られてる気がしたんだ。片目に見えるものは一つだけだ。日が昇り日が沈んでく、手に映るものはそれだけなんだ。時間がない、時間がない、時間ってそもそも何なんだろう。毎日曖昧な不安を消化できず朝が来てる。そんな怒りになんて意味はあるの。じゃあ何も始まらない。だからべきに人生はいらない。だって不安で不安で不安で、できるできないじゃなくて俺さ、何をしたいかってことなんだ。ぬるま湯に浸かって気持ちいいなら、その場所で年を置いてくだけ。生きるのか答えられないなんて、そんな世の中で生きてんだ。リスクのない場所に意味はないさ。ボロボロでも何度も夢を見る。一度きりの自分の人生だ。怯えてたら生きてるしかダメだ。不安を消化できず朝が来てる。そんな感じになって意味はあんの。なぜさて聞いて過去ばかりの昔話、おとぎ話、未来の話は置いてきぼり。だってだって行かない、光りついたそのぬくもり、虚しさに変わるその前に、飛び出さねのその場所には過去の栄光はいらない。未来があるから
話しちゃいない。この先が今何日どうなってもいいか、誰かに聞いた話失敗や、その中に答えはないさ。酸いも甘いも世の中からね。
前を見てる証し、光に照らされた場所で見えない景色、愛されたいと願うのは愛されてた証し、一人で眺めてた空も一人じゃないってこと、きっと青いまま描いて信念貫いて今闇さえも光に変わる、ありふれた日々に答えなんて見つからないさ、今弱さも抱きしめながら抱きしめながら抱きしめながら歩いてくよ、約束された明日にないものを探しに行く、終わりのない旅路を終わらせないために、終わり続けてゆく日々に変わらないために、愛しくてどうしようもないこの日々が消えないように、Dad。
思い出せるかな。見つめてる明日もあなたとともに生きてゆく。どんな素敵な映画も終わりがあるのは、その最後しか伝わらないことがあるから。僕の夢を僕より信じてくれたから、僕は僕を信じて歩けたんだ。月の光空白の中共になった青い桜の下、疑った道の上あなたがいたから。ああ今度はあなたの夢を聞かせて、僕もあなたのことを支えてあげたいな。ああいつまでもが夢を語り合いながら、この先もずっとそばで年を重ねたいな。リライズの曲歌っていいですか？日が昇り日が沈んでく、目に映るものはそれだけなんだ。時間がない、時間がない、時間ってそもそも何なんだろう。毎日曖昧な不安を消化できず朝が来てる。そんな怒りになって意味はあんの。じゃあ何も始まらない、またまで生きる人生はいらない。だって不安で不安で不安で、できるできないじゃなくて俺さ、何をしたいかってことなんだ。ぬるま湯に浸かって気持ちならその場所で年を置いてきてあげ。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんな
中で生きてんだ。リスクのない場所に意味はないさ。ボロボロでも何度も夢を見る。一度きりの自分の人生だ。怯えてたら生きてる仕方ねえだ。毎日曖昧な不安を消化できず汗かいてる。そんな怒りになって意味はあんの。なぜさて言いたくとばかりの昔話、おとぎ話、未来の話は置いてきぼり。だってだって行かないって言って、光りついたそのぬくもり、皆さんに変わるその前に飛び立つ雨のその場所には、過去の栄光はいらない。
過ぎる空の下を背中を見つめてた。違う未来、今は歩む永遠に消えない日々を見てる。僕は冷めない夢の中に、あの日感じたことを抱きしめて、どんなに変わっても変わらずにいるから、そばにいた、そばにいた。そんなことなく消えそうで消えなくて、選び続けた道で君に出会えたんだ。
落ちた本当の意味孤独味わい弱さに気づいても止まんない時間を数えたとどのくらい僕たちは夢を見続けていけるもう無理だと言われたその時だけ見える答え大切なものならば奪われたって取り返す偽りないまっすぐな日々の中を生きてゆけばたどり着ける遥かな場所に Thank you Yeah.
強くなるさ。あなたにもらった大切な君、大切なもの、大切だから終わらせない。今ここで ありがとうございます。また後でお腹満腹になってからお腹満腹になってからちょうどいいぐらい12時ですか？12時。ありがとうございました。